麺クラブ視聴者の皆様こんにちは。銀座寿司青木、青木俊一です。江戸前寿司というのは本来は東京湾で取れたお寿司、あとは仕事をしたお寿司、また粋な計らいとかそういう感じを持ったお寿司を江戸前寿司と言います。本来は本来の寿司は、普通にお刺身だけを切ったお寿司をお寿司って言うんですけど、江戸前寿司にはちょっと違いまして、仕事をしたお寿司とかそういうものを江戸前寿司と言います。僕は2代目なんですけど、生まれた時から父が寿司屋であったため、子供の頃から父の後を継ごうと思って、大体幼稚園ぐらいからもお寿司屋さんになろうと思ってました。そうですね、江戸前寿司っていうのは毎日毎日が繰り返しの作業がすごい多いんですけど、その中でただ繰り返しだけではなくて、季節によって魚の塩梅っていうんですけど、塩加減とかお酢の加減とか、そういうのがやっぱり1年をかけてすごい難しいことだと思うんです。それを1年をかけて覚えるっていうのが修行の一つですね。日本の伝統的な料理プラス、地方とかいろいろ日本の幅広くいろんなところに行って、その地方のお寿司屋さんとかそういうものを学んで江戸前寿司と一緒に合わせたりしたりしております。そうですね、江戸前寿司ってやっぱり、手で握る寿司ですから、その手さばき、あとは綺麗な流れでお寿司を出すっていうのが、本当に綺麗な握り方だと思います。あとはもう握ってる手数っていうんですけど、何回も何回も握らないで、本当に1回2回で握ったやつをお客さんにこう素早く出すっていうのが結構おいしく握る秘訣ですね。